ははいこんにちはパソケンです今回この動画では SD カードに保存された写真や動画のデータをパソコンに取り込む手順についてご紹介していきます。SD カードに保存された写真や動画をパソコンに取り込む方法としては主にフォトアプリを使った手順とエクスプローラーを使った手順があります。 どちらの手順でも写真や動画を取り込めることには変わりはないんですが、フォトアプリでは写真や動画のファイル管理に特化したアプリになっていまして、たくさんの写真や動画を管理したり、頻繁に確認する場合に適しています。エクスプローラーの場合は、写真や動画だけではなくて、どのようなファイルでも取り込むことができます。たただしたくさんある写真から 特定の写真だけを選択して取り込むことが大変なので取り込みたい写真の数が多い場合はフォトアプリを使ってください。はじめにエクスプローラーを使った取り込み手順を説明していきます。まずはエクスプローラーを起動します。そして左側のメニューから PC をクリックします。この画面を開いた状態で転送したいデータが保存された SD カードをパソコンに接続します。 SD カードが正しく認識されると、この PC 内のデバイスとドライブ一覧に対象の SD カードが表示されます。次にこのドライブをダブルクリックします。開いた先にいくつかフォルダが表示されていますが、これは撮影したカメラの種類によって作成されるフォルダの数が異なります。 表示されたフォルダの中に撮影した写真や動画のデータが保存されていますのでフォルダを順番に開いていってくださいまたこの時表示形式がこの画面のように詳細表示になっていると写真を一覧で確認することができませんので画面上にある表示の項目をクリックしますそしてメニューから特大アイコンをクリックしてくださいこれで写真を一覧で確認することができます そしてこのフォルダは開いたままにしておいて保存先のフォルダを開きます。まずはエクスプローラーの上にあるプラスのアイコンをクリックします。新しいタブでエクスプローラーが表示されますので次に取り込み先のフォルダを開いていきます。今回はデスクトップ上に取り込んでいく手順で説明していきます。なのでこの画面左側にあるデスクトップの項目をクリックします。 次に取り込むための専用フォルダを新しく作成します。画面左上にある新規作成をクリックします。そしてメニューからフォルダを選択します。これでデスクトップ画面に新しいフォルダが作成できましたので、このフォルダ名を決めていきます。対象のフォルダを右クリックします。そして画面上にある名前の変更のアイコンをクリックします。 これで名前の編集ができますので、わかりやすい名前に変更します。そして名前を入力したら Enter キーを押します。転送先フォルダの準備ができたら、この Explorer で最初に開いたタブに切り替えます。画面左上にあるタブをクリックして切り替えます。そしてこの写真や動画の一覧から取り込みたいファイルを選択していきます。すべてのファイルを一括して転送したい場合は、Ctrl p l u A を同時に押します。 また、特定のファイルだけを選択していきたい場合は、コントロールキーを押しながら、対象のファイルを左クリックしていってください。この時、間違えて選択したファイルが出てきた場合は、もう一度コントロールキーを押しながら、対象のファイルを左クリックすると、選択を解除することができます。取り込みたいファイルの選択ができたら、コントロールプラス C でコピーを行います。 そして転送先フォルダを開いたタブに切り替えるので画面上にあるデスクトップをクリックします。そして対象のフォルダをダブルクリックして開きます。フォルダを開いた状態でコントロールプラス V キーで貼り付けます。これで選択したファイルだけを取り込むことができます。写真の取り込みができたらこれで SD カードを外して作業完了となります。 次にフォトアプリを使って写真や動画を取り込む手順を説明していきます。まずは転送したいデータが保存された SD カードをパソコンに接続します。次にタスクバーにある検索ボックスにフォトと入力します。検索結果にフォトアプリが出てくるのでこちらをクリックして開きます。接続した SD カードが正しく認識していればフォトアプリを開いて左側のメニュー下にある 外部デバイスに今接続した SD カード名が表示されますのでこちらをクリックします。そうすると画面右側に SD カード内に保存された写真や動画データが一覧で表示されます。そしてこの一覧からパソコン内に転送したいファイルを選択していきます。各写真や動画の右上にはチェックボックスがありますのでこちらをクリックすると選択していくことができます。 転送したいファイルはすべてチェックを入れていきます。この時 SD カード内のすべての写真や動画データを一括して選択したい場合は画面上にあるすべて選択のチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。これで一括してチェックをすることができます。取り込みたい項目をすべて選択し終わったら画面右上にある項目の追加ボタンをクリックします。 まずはこの画面でカタカナ表記のピクチャーをクリックします。そして画面下にあるフォルダの作成をクリックします。これで新しいフォルダが作成されるので、このフォルダ名を入力していきます。名前を入力したら右側の作成ボタンをクリックします。そして今作成したフォルダをクリックして選択します。この状態で画面下のインポートボタンをクリックします。 取り込みの処理が完了したら、実際にそのフォルダを開いて確認していきます。このフォトアプリは閉じていただいて、次にエクスプローラーを開きます。次に画面左側にあるピクチャーをクリックします。このピクチャーフォルダ内に先ほど名前を付けたフォルダがありますので、こちらをダブルクリックして開きます。これで SD カードから転送した写真が一覧で確認できます。また転送するときに、 ピクチャーフォルダ内に専用のフォルダを作成したんですが、転送した後にはこのフォルダを別のところに移動することもできますので、例えばデスクトップ画面にこのフォルダごと移動させたい場合は、左側のメニューからまずピクチャーをクリックします。そして対象のフォルダを左クリック押しっぱなしのドラッグ状態で、左側にあるメニューのデスクトップにカーソルを移動します。 デスクトップへ移動と表示されるので左クリックを離します。これでピクチャーフォルダからデスクトップ上に写真を移動させることができます。以上が SD カード内の写真や動画をパソコンに取り込む手順となります。この動画を見ていただいて参考になった方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。